吉高由里子が主演を務める大河ドラマ、光る君へ、NHK 総合ほか、第22回、越前の出会い、が2日に放送され、松下洸平が総の役師役で登場。ラストで驚きの展開を迎えると、ネット上には、どういうこと。パニックなどの反響が寄せられた。以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください。写真、ラストで襲名、松下洸平。 に驚きの展開、光る君へ第22回、越前の出会い、場面カット敦賀の松原客観に立ち寄った真宙、吉高、とためとき、岸谷五郎は、宋の商人、主、高家、通詞の三国、安井淳平、らに迎えられる。その後、浜辺に出かけた真宙は、そこで佇む青年、周明松下、と出会う。日本語で話しかけて挨拶をする真宙に、 修明は自分の名前を砂浜に書いて、相互で別れを告げて立ち去った。翌日、越前国府に到着し、王の、得意ゆう、闇名元の三政玉木高政に出迎えられため時と真ため時は着任早々に激務で体調を崩してしまう。め時の治療をするため、三国は、僧の役師として修明を連れてくる。修明の針治療で、 タめトの体調は無事に回復。宋の医学に感心するため時に、修明は相互で、お大事に、と挨拶し帰っていく。そんな中、三国が何者かによって殺害される事件が発生。大野は周犯人だと決めつけて強引に身柄を取り押さえる。そして迎えたラストシーン。タめトキと真宙の前に修明が姿を見せる。修明は流暢な日本語で、 話があってきたと切り出すと、続けて、明け様は通じを殺していないと主張。さらに、証人だと言い放つと、連れてきた小柄な男を二人の前に差し出すのだった。真宙が驚きのあまり呆然とする姿が映し出されて第22回が幕を下ろすと、ネット上にはいきなり日本語を話し出した襲名については、は、どういうこと、え、日本語、パニックパニック、といったコメントや、日本語上手。 しゃべれるの「わからんふりしてたんか?」「ペラッペラやん」などの声が相次いでいた。